回作成するのはこちらの桜のくす玉です。桜の花びら5枚で1輪の花になっており、12輪の桜が満開になっています。通常の折り紙を切って小さな折り紙30枚で作ります。用意するものは通常の大きさの折り紙4枚とカッターです。まずは用紙の切り出しを行います。白い面を表にします。縁から5センチに合わせて折ります。きっちり5センチでなくても大丈夫です。これを型紙にします。残りの折り紙を型紙に合わせて同じように折ります。4枚とも同じように折ったら揃えます。折り筋で切ります。細長い方は使いません。こちらの長方形を使います。細長い方を切ったところです。半分に切ります。このサイズを練習用として使います。練習用サイズを4分割します。このサイズを標準サイズとして使います。折り紙4枚から32枚が切り出せるので、そのうち30枚を使います。それでは折っていきます。色のある面を表にして半分に折り筋をつけます。裏返します。上下の縁を折り筋に合わせて折ります。上を開きます。左下の角を折り筋に合わせて折り筋をつけます。上を閉じます。左上の角を折って折り筋をつけます。回転させます。同じように折り筋をつけます。上を開きます。ついている折り筋で中割り折りします。上を閉じます。180度回転させます。上を軽く開いて同じように中割り折りします。上を閉じます。上半分を後ろに折ります。右側のここの斜めの折り筋で折ります。縁に沿って正方形に折ります。横に裏返します。同じように折ります。左右を開いて真ん中で右から左へ折りたたみます。
の角を3分の2ぐらい折ります。軽く開いて今つけた折り筋で中割り折りします。下を上に向けてへの字になるよう開きます。上の1枚を反対側にめくります。めくったところをつまんでしっかりと折り目をつけます。後ろの V 字が見えるように向きを変えます。この V 字です。 V 字の右下の紙を1枚軽くめくって、ここの角を V 字の反対側に移動させます。形を整えます。これで中心がばらけないようになります。裏返します。こちらが外側になります。青い点線に囲まれた部分を平らにします。ここがポケットの範囲になります。ここがポケットの入り口です。もう一方がこちらです。両端が手になります。これでユニットが一つ完成です。これを30個作ります。組み方の説明です。外側を上にしてポケットに手を入れます。5枚組にする場合は輪になるように組んでいきます。4枚組むと狭くなりますが、花を畳むようにして詰めて5枚目を差し込みます。初めのユニットの手を5個目のユニットのポケットに入れます。花の形を整えます。これで5枚組の完成です。それでは実際にくす玉を組んでいきます。ユニットを5個用意して5枚組にします。
込みにくい場合は竹串などを使っても良いです。同じものをもう一つ作っておきます。5枚組にユニットをここ追加していきます。5枚組から出ている手と手の間をつなぐようにユニットを組みます。花の形を整えておくことで外れにくくなります。残り4個も同じように組みます。残り4個を組むとこのようになります。5枚組の周りに花びら3枚の花が5箇所あります。2個組を5つ用意します。5枚組の周りの3枚の花びらに2個組を追加して花びら5枚の花を作っていきます。ここの3枚に2枚を追加します。花びらを詰めて5枚組を作ります。差し込みにくい場合は竹串などを使うと楽に差し込めます。花の形を整えて新たな5枚組ができました。同じように残りの2個組4つも組んでいきます。組みました。はじめの5枚組があって、その周りに5枚組が5箇所あります。ここからは裏返して作業します。隣り合う5枚組から出た手をつなぐように組みます。残り4箇所も同じようにつなぎます。すべてつなぎました。ユニットをここ追加していきます。飛び出している手と手の間にユニットを追加します。5個とも追加しました。このようになります。4枚組が5箇所あります。作っておいた5枚組の手をそれぞれに加えて4枚組を5枚組にします。すべて組むとこのようになります。全体を確認して糊は使わなくても組めますが、組んでいる途中で外れてしまう場合は適宜糊付けしても良いです。このような糊を注入できる容器を使うと便利です。ほんの一滴で大丈夫です。
前は千代紙風のプリント紙で作りました。組み上げると丈夫な仕上がりになります。春を感じさせる気持ちの良いくす玉です。ご視聴ありがとうございました。